はい、こんにちは、森市です。今買うべきトップスって何だと思いますそれは、ニットです。何言ってんだよ、森市。これから春になったら暑くなるのになんでニットなんだよと思ってる方もいると思うんですが、今から活躍するのはニットなんです。ウールのニットじゃなくて、コットンのニット。それでは、レッツゲットスタート。皆さん、コットンニットはお持ちでしょうか ウールのね、冬場に着るニットっていうのは持ってる方多いと思うんですけども、コットンニットをね、持ってないって方もね、意外にいるんじゃないかなと思っていて、これね、絶対押さえておいてほしいアイテムなんですよ。実はね、ウールのニットなんかよりも断然重宝しますし、長い期間使えるんですね。例えば、今ぐらいの3月ぐらいからであれば、レザーアジャケットのインナーとして着ることができますし、初夏になったら、ロンティー代わりに1枚でサラッと着ることができます。で、夏場になったら、それこそ、日差しよけとか、クーラーの寒さ対策とかで、 ちょっと肩にかけたりしてあげて持ち歩くとファッションのスタイルのアクセントにもなりますし非常に便利なアイテムなんですねファッションをね楽しみたいのでやっぱりこのコットンニットを持っておかない手はないということで早速今日はその使い方をね見ていこうと思います まず一つ目のね、スタイリングはこちらです。レザーの中に使う感じですね。これはジャブスのダンテっていうニューフィッティングですね。去年から出てるんですけども、新しいフィッティングのドレスラっぽく見えるパンツと、あとクルチュアーニのニットを合わせて、その上にチンクアンタのスウェードのね、レザーのシングルライアスを着てるというスタイリングになります。こういうレザーみたいなね、アウター。ジャケットでもね、しっかりした表情を持った生地のジャケットとかだと、中がカットそうだと、ちょっとね、寒々しく見えるんですよね。中が薄っぺらくって、外の だけ重厚感があるみたいなそれこそ夏に近づいてきてシャツの中にカット層とか薄いナイロンの中にカット層であればバランスは取れるんですけども今ぐらいの時期だとそこそこしっかりしてアウターなんか着ることが多いと思うんでそういった時にカット層よりはニットを着た方が上品に大人っぽく見えるんですよで次がねこれ上のレザーを脱いで1枚でサラッと着た感じのコーディネートですねさすがにねこのきれいめのドレスラっぽい雰囲気のものにロンティー合わせる人はいないと思うんですけどもやっぱりロン T よりはコットンニット合わせてあげた方が本当に さらっと着るだけでも随分大人っぽい表情になりますし、あとカジュアルパンツでもね、デニムとかチーノとかでも、ロンティーもいいんですけども、ちょっとカジュアルすぎるなって思った時にコットンニットで合わせてあげると随分とこう全体的に上品に見えるので、そういった本当にロンティーの代わりにちょっと大人っぽく見せるというやり方で使うことができるんですよね。で、もう一つね、こちらもレザー合わせのスタイリングですね。こちらはジャブスです。ちょっとこう、ジャージーパンツっぽいパンツで合わせてみたんですけども、マサッチョのゴールドと、あと中はね、ザノーネのニットを合わせてます。 で、上がシングルのライダースですね。これ、エムティのユリを合わせてます。こういうね、ジャージーパンツにレザージャケットみたいな、ちょっとスポーティーなものを合わせたときに、中をね、カット層じゃなくてコットンニットを持ってくるだけで、随分と雰囲気変わるかなと思うんですよね。で、例えばこれね、上を脱いだときはこんな感じになります。本当にこれ、ザノーネのコットンニットとジャージーパンツを履いてるだけなんですけども、なんかこう、全体の雰囲気が全然そうふう風に見せないというのは、やっぱりコットンニットだからこそかなと思うんですよね。 ちょっとここでね、ザノーネのコットンニットとクルチアーネのコットンニットの違いをね、少し話しといた方がいいかなと思うので、ちょっとお話しさせてください。まずね、このザノーネのニットですね。まあ、ザノーネに関しては、あんまり言うこともないのかなと思っていて、もうこの春も京都のカーディガンですね。あれが激売れして、アイスコットンのポローが激売れしてっていう感じでもうすっごいよく売れてるので、もう言及することもないのかなと思うんですけども、こちらのコットンニットもですね、普通のコットンニットと違ってシャリ感があるんですね。だからまあアイスコットンとは言いませんけども、クレープコットンって言われてる んですがかなりこうシャリッとした感触ちょっと見るだけだと分かりにくいかもしれませんけどもこんな風に透け感があってかなりザラッとした触り心地になってるんですねなんで汗ばなりもすごいよくて汗抜けもいいので結構夏でもね着られる T シャツの上にサッと着ても着られるんじゃないかなっていうような感じの雰囲気のニットになってますザノレのいい点はやっぱりこのシルエットの良さにあるのかなと思ってましてあんまりこう形もモデルも変えずにですねずっと着てるんですけども日本向けに別にカスタムしてるわけじゃないんですけども日本人が着ても非常に 綺麗なシルエットに出るんですねだその辺が一つ人気なのとあと実際ザノーリ自身もめちゃくちゃこのシルエットの作りにはこだわっていて彼らって基本的に本当にこのフィッティング変えないんですってだからフィッティングを変えたりとかあと別注とかも彼らあんまやんないじゃないですかなんで形をいじったりっていうことに対してすごくセンシティブでやっぱりニットの基本って形なんですよねこういうふうに形が見えやすいので形がかっこ悪かったらもう全然かっこよく見えないんですよニットってだからそこら辺にものすごいこだわって作ってるという感じでシーズンごとに普通のニットメーカー ああっってててモディファイしてくるんんんでですすけどもザノネって本当にあんまりいいじらないんですよねだからもともとの形にめちゃくちゃ自信があるというところとあとたまにこういじるぐらいで本当にいじってこないのでいじるのも嫌がるらしいです本当にだから安心感を持って長い期間着られるというニットだなというところですごい人気なのかなというのがこちらのザノネでもう一つクルチャーニーですねクルチャーニーは今僕が着てるのもこれクルチャーニーのニットで同じものなんですけどもちょっとね柔らかいですちょっとすごい柔らかいやっぱクルチャーニーっていうと素材感がすごいいいと使って よねっていいうので有名ななぐらでで高級ブランドなんですよ、ね、でその分値段もちょっと高くなってくるんですけども素材感がすごく柔らかくていいですだから本当に普通のコットンニットっていう世の中いろいろあるんですけどもザノーはこのシャリッとした感覚がすごく特別ですしクルチュアニに関してはこの柔らかくてこうソフトな印象っていうのが特徴かなと思いますで着てみた感じもやっぱちょっとこう柔らかい大人っぽい感じにで なるんですよね。だからこの、何度と言いますか、こ値段が許されるんであれば、クルチャーにやっぱありだなっていうところですかね。で、この辺の細かいね、襟とか、あと裾とか。 あとこの袖とかですねこれもちゃんと細いリブつけてリンキングしてて綺麗にやってあるんですねでこういったところもなかなかここまで綺麗な処理ってやらないと思うんですねコストも変わってしまいますしなんだけどそういうところを綺麗にすることによってデザインが良くなるっていうのとあと着てみるとわかるんですけどもやっぱこの辺がだれてこないんですよねこういう丁寧な処理してくれるとなんでかなり長く使う感じですかねこれクルチャーニオのメーカーさんとかも着てんのを見てどれくらいそれ着てんですかっていや7年くらい着てますかね <laughs> みたいなことも平気であったりして本当にそのものがいいコールそのデザイン の良さだけじゃなくてやっぱり長く切られる耐久性もちゃんと担保してくれるんだなっていうのはちょっとクルチャーニを着てみて思ったところですね僕は7年選手まだ持ってませんけども翌シーズン2シーズン3シーズンぐらい着てるものはあるんですけども確かに形が崩れにくいなみたいなところは感じることがありますで、これがクルチャーニのコットニットですね 次のコーディネートが今お見せしたクルチャーニのミディアムグレーを使ったコーディネートですね。こちらはもうちょっとスポーティーに寄せてみました。まさ、あ、にこれジャブスで申し訳ないですけど、ジャブスの黒履いて、クルチャーニのミディアムグレー今着てですね、あとヘルノのウィンブレ。で、あとモックネックのね、T シャツの中に着てます。で、このヘルノのウィンブレと合わせてみてどうかなと。で、かなりこうスポーティーになるかなと思ったんですけども、やっぱりカットそうじゃなくてニット合わせるっていうのがポイントになっていて、あともう一つポイントはこのモックネックを使ってることですかね。ちょっと季節がね、まだそんなに進んでない時期とかだと、 首まで見せるとちょっと寒々しい雰囲気になるのでモックネックで首を隠してあげるとスポーティー感は出しつつもちょっと大人っぽい雰囲気季節感のあるコーディネートが作れますのでここで、ね、ボックネック合わせてあげるみたいな工夫はあってもいいかなという感じですで、このスタイルねもう全体は結構スポーティーにまとめてるので足元スニーカーとか合わせてもいいと思うんですよねでもやっぱりここでニット合わせていることによって角にスポーティーにならないっていうところがあるのでコットンニット便利っていうところです はい。で、次がね、知能を合わせてみたコーディネートですね。これ、シンクアンタのスエードのレザーに、クルチュアニのブルーのニットですね。で、インコテクスのドレスチノを合わせてます。これ、かっこいいですよねーって自分で言うのもなんですけども、ほんとシンプルにレザーとニットとパンツ合わせるだけなんですけども、ここまで大人っぽく決まるかっていうぐらいな感じのコーディネートかなと。さらにすごいのが、アウターをちょっと脱いでみた感じの、このコーディネートですかね。これ、パンツとニット着てるだけなんですよね。ツーアイテムでしか組んでないんですけども、それでもね、 すごくファッション後者に見えるんですよねで、このあたりはもう完全にクルーチャニとインコテックスのミルフィーユあ違うなんか今変なこと言っちゃったすみません <laughs> まあ、コンビネーションみたいな感じでやっぱりそのいいもの同士合わせるとすごくよく見えるなっていうのの僕はよく高すぎるよってわーわー言ってくる人って結構世の中いっぱいいるんですけどもそういう人たちにこれ一つ見せていやこれがいいと思えるかどうかじゃないですかって本当に言いたくなるコーディネートですねだこれが別にいいと思えないんだったら安いもの買えばいいじゃないですかってなんかちょっとムッとして言うような感じなんですけども、 そういう感じのスタイルはこれかなと思っていて、やっぱ高いなりのなんかオーラ出てるよねっていう感じのスタイルじゃないかなと思います。特にね、インコデックスの方が、インコデックス待望のテーパードフィット、ワンプリーツ入ったフィットニングを今回展開してるんですけども、このあたりがね、やっぱりファッション校舎に見せるような雰囲気を醸し出してくれるところもあって、このインコデックスのテーパードフィットとクルチュアニのニットのっていうのはベストマッチかなみたいな感じがしてます。あとはやっぱクルチュアニっていうとね、色出しが非常に綺麗っていうのもあって、今着てるこのブルーのニットなんですけども、色が綺麗ですよね。 単なるダークネイビーでもなければいわゆるイタリアンアズーロみたいな感じでちょっと明るすぎる青でもないっていう絶妙なとこを使っていてこういう黒とサッと合わせるだけでもすごく綺麗に決まるので色出しの良さっていうのはクルチアーネ一つのポイントかなと思います。 もう一つね、こちら見てください。ザノーネのコットンニットに、これもインコテックス合わせて、チンカンタのレザージャケットってまた同じようなの持ってきやがったって思ってる、まあ、確かに同じような感じで、見た目わかんないかもしんないと思いつつちょっと持ってきてるんですけども、動画だったら伝わるんじゃないかという期待を持ってね、ちょっと見せてます。さっきのはクルチアに着てたの、これザノーネを着てるんですね。で、パンツはインコテックスのドレスの1951のラインじゃなくて、スラックスのカジュアルの方のラインのチノのテーパードフィットを着てるんですね。で、さらにチンカンタのレザージャケットは、シングルライダースで結構タイト じゃないですかそれをもうちょっとガバッと着てるジャーマンミリタリーのフィッティングのモデルっていうチンクアンタのレザーを着てるということで微妙にバランスを変えてるんですね。この辺はもうねなんかだんだんオタク化していってこれとこれの違い俺分かるし俺こっちのフィッティング好きなんだよねみたいなオタクになってきたら選べばいい範囲かなとは思うんですけどもただ着た時の雰囲気とか多分人から見られた時の雰囲気が変わるとは思うんですね。何がポイントかっていうとさっきの方はよりこうドレスっぽいコーディネートでこっちはよりカジュアルに近いコーディネートになってます。っていうのは コテックスのパンツがそもそもカジュアルラインなんですね。あと、レザーがガバッとしたシルエットのオーバーシルエットまだ言わないんですけども、少しリラックスしたシルエットになっているので、そういった意味でよりカジュアルっぽく見えてこなれ感が出るというコーディネートになっています。この辺ね。今僕も喋りながら動画を見てるわけじゃないので、ちょっと動画でうまく伝わってるかどうかわからないんですけども、全然違い。わかんなかったら違いわかんねえ。バーカって言っといて終わりにしてください。すいません。僕も画面の向こうで自分でこうやって見てて、うん。これ全然わかんないわって思ってるかもしれないので、ただこれ着ると全然違うので。ぜひちょっと そののの細部のね間違いいい探しをしをてもらうといいなとなは思うんですけどはい、という感じで今日はね、4つぐらいちょっとコーディネート見せたんですけども、基本的には夏の工事はね、また夏に近くなってきたら見せようかなと思います。ショーツスタイルに T シャツだと子供っぽくなるんで、ロングソーで着る時に使えたりとか、日よけとか、クーラーよけのためにちょっとこう巻いてね、持ち歩くとか、そういったことでアクセントとして使ったりっていうことができるので、それのコーディネートはまた残ってたらお見せしようかなと思うんですけど、なんか俺残んない気がするんですよね、今季。残ってたらお見せしようかなと思ってます。今後ですね、今、 紹介したのののはクルルチアニザノーネを中心に紹介してまますすけどもああとはグランンンサストトでねリネンコットンのモデルがありますただ、これなんかもう足が早くて結構売り切れ状態になっちゃってピンクだけ今、カロジで残ってるのかなっていう感じなんで、リネンコットンなんで本当はもうちょっと夏向けですよっていうふうに紹介したいところなんですが、なんか速攻でなくなったみたいな感じでしたね。っていうのがあるのと、あとね、フィリッポデローレンティスとジョンスメドレーがちょうど昨日ぐらいに入ってたんで、これが上がるコンデは多分展開されてると思います。そのあたりもね、それぞれ紹介していきたいとは思うんですけども、フィリッポローレンティスはね、本当に フィッティングもいいですし、値段が手頃ですごくいいです。というのが一個。あと、ジョンス・メイドレーはもう英国のね、歴史あるシーアイランドコットンっていう彼らの超得意な、蝶々麺のすげえやつ買って,送って出してくるんで、またこの辺はクルーチャーニとかと戦うね、ブランドなので、ジョンス・メイドレーはまた紹介していきたいとは思うんですけども、その辺も見てみてください。基本的にはね、僕の印象ですよ。まだちゃんとモデル見てないんですけども、フィリッポ・デ・ローレンツィスとかザ・ノーネは首が詰まってるので、インナーを見せたくないなとか、そういうのをいろいろ考えたくないなレイヤードとかっていう人は、さっと切れると思います。あとは上にこう、 レザーととかか着る時に首元がいいいいてなな分収まりはいいかなとでクルチャーニとかジョンスメは比較的この首元を若干こうやって開けてくるんですね。なんでこうレイヤードっぽい見せ方とかができやすいとか、あとは中を全然見せないで来た時にこの辺が涼しげな軽やかに見えるので、ちょっとフェミニンっぽい雰囲気好きだよねって人には向いてたりとか、ネックの違いもあるんでその辺も見てもらえるとちょっと判断つきやすいかなと思います。はい、という感じで、ね、今日はコットンニットのね、ス,スメについてお話し,しました。ちょっと全モデル紹介できてるわけではないので、できればね、サイトの方見て いただいてるとかあとは僕のインスタグラムでもね大体のモデルをもう着てとにかくインスタ上げてきますんでちょっと興味ある方はそれ見ておいてもらえるとこういう違いがあるのねとかでも分かりやすくなるのかなと思いますので是非僕のインスタグラムの方のフォローもよろしくお願いしますあとサイトの方でスタイルってところをポチッとするとスサイリングしてるのがモデルさんと僕とかだからバーっと出てきますんでその辺見てもらえるとまた色とかコーディネートの仕方とかわかると思うんでそこもチェックしてみてくださいというわけで今日の動画は以上となりますいいねと思った方はいいねの方とあとチャンネル登録ねぜひよろしくお願い致いしますこれから もどんどん春も上がってきますんで夏もかぜひねチャンネル登録してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。森下でした。バイバイ。 はい。最近ね、ニット T シャツを夏に着るっていう提案がすごい増えてきてますよね。以前もね、リネンの T シャツ着ましょうとか、いろんな手があったんですけども、そんなにこう受け入れられてなかったと思うんですね。な、さすがに夏場にニットはな、みたいな。だけど最近は本当受け入れられてきていて、非常に物もよく売れますし、街中でも着てる人ね、多く見かけるようになったかなと思うんですよね。例えば、クルチアーニのね、こういったニット T シャツ。これすっごい上品で、糸も細いんでね、めちゃくちゃかっこいいです。ドレープ感も綺麗に出るんで。あと、これを去年めちゃくちゃ売れたんですけども、ジョンスメの。日本 中かなのニット t シャツですねジョンスメンやっぱりシェアランドコットンってすごい昔からってすっごい有名なんでやっぱこの辺はすごくファンも多いんでね売れるやつですねめちゃくちゃ売れましたこういったものがね最近すごい売れてると理由はいくつかあるんですけども一つはやっぱり葛藤層とかニットっていうのが今すごくブームになってるっていうところもあって夏でもニット着たいよねっていうファッション的な高まりが一つは大きくあるっていうのとあともう一つがやっぱ素材 ががかかなななりね進化して着やすすくなったとといいうのがあるかなと思います昔はね、僕もリネンのニットティーみたいなとか買ったことあるんですけども、一回着て洗ったらもうダルんダルに伸びたりとか、あと逆にこうピッチピチに縮んじゃったりとかして、金持ちのためのアイテムなのかなみたいな感じだったんですけども、今のニットティーって比較的なんか洗濯機で洗ったりしても、全然そんな縮まなかったりとかするものも多くてですね、イージーケアで着続けることができるというのが多くてですね、そういう素材感のクオリティーがアップしたっていうのはでかいかなと。着心地もですね、 T シャツに比べると若干暑いんですけども、汗かいた時に T シャツみたいにビチャビチャになったりしないのと、汗ばなりがいいっていうんですかね、と,と、あと見た目がね、べチャっとした感じにならないので、見た目の清潔感がね、生まれるというのと、あとはまあ、さっきも言いましたけど、べたつきがないので、深い感がそんなにないんですよね。だからそういう意味では、ニットティー僕も初めどうかなと思ったんだけど、湿気多いから日本って。でも全然大丈夫だなと思って最近すごくよく着てます。なんかね、昔買ってこれたよって僕みたいな方もいると思うんですけども、最近のちょっと違うんで、そういった方もね、 ホットンニットもそうですけど夏場に向けてニットテ T もね、ニットポロもそうですけども、チェックしてちょっとね着ていただけると簡単におしゃれが出来上がるかなと思うので、ぜひ試してください。あと1点ごめんなさい。クルチャーニがね、値段がめちゃくちゃ上がってて、次の秋冬モデルはうち1回お休みすることにしたんですね。なので、もしかしたらその後値段がうまく折り合わなければ、クルチャーニはこの春夏物でうちの展開が終わりみたいになってしまう可能性があるので、クルチャーニね見て気に入った人は、ちょっとぜひあのうちに買ってほしいなと思います。僕らもやっぱ物がいいので、ね、続けたいなと思いつつ るる価格っっててて、あるのかなと思っていてちょっと今回ねそれを突き抜けたなという感触があって秋冬は一旦お休みにすることになりました本当申し訳ないですという感じなので是非ね春夏でね是非ちょっと欲しい方は手に入れてみてください。